かんなんな。ダメだ、難しい。銀、由緒正しき伝統のさぬき一刀彫りよ。せっかくの体験制作なのだから静かにね。器用にできない自分の手が憎い。そんなことないよ、皆さんのも素敵。そのっちの作品はなんというか、すごすぎてため息しか出ないわ。思ったままを表現してるだけだよ。でもスタッフさんたちなんかみんなびっくりしてその子の手元に注目してるぞ。そのっちの独創的な発想を分けてほしい。スミの作品はサンプルとそっくりだもんな。ええ、かつての連合艦隊機関戦艦ミカサ掘ることができて光栄だわ。それをそっくり掘れるスミも大概だな。そこを行くと私はほらアレンジを加えてる。サンプル通りに作れなくて開き直っていろいろやったせいでしょ。うん、やっぱわかるか。でもそのっちが言った通り素敵だと思うわ。銀らしい奔放さが感じられていいと思う。それ一応褒めてくれてる。うん、よせやい。褒めたってうどんをおごったりしないぞ。芸術とかそういうのよくわかんないけどさ、その子のはなんか匠ってやつだと思う。ええ、免許皆伝の技だわ。私奥義とか知らないよ。そのっちったらさっきのアスレチックと打って変わって生き生きとしてるわね。人には向き不向きがあるってことだな。結局そのっちは展示したいから譲り受けたいとお願いされるくらいの作品を完成させてしまった。遠足の最後はスミおすすめの日本庭園か。素晴らしい景観ね。日頃の疲れが癒されるわ。本当だね、ここでお昼寝したら気持ちよさそう。確かにいい眺めだけど、ここが一番楽しみとは、なんというか、さすがスミだ。ワッシーは少し丸くなった気がするけど、ここはぶれないね。では二人にここがどれだけ素晴らしい場所か教えてあげるわ。ここはね、紫雲山を借景として6つの池と13の築山を配した大名庭園なの。起源としては元気天正の頃と言われているわ。とある豪族の別邸として築邸されたのに始まり。確かに始まっちゃったな。ワッシーのスイッチが入っちゃったね。以後高松松平家が100年以上かけて造営し、5代目藩主の頃にようやく完成したの。明治の頃になると廃藩置県によって明治政府の管理下に置かれ、その後県立公園として一般公開されたのよ。そりゃすごいな。すっごく昔からあるところなんだね。すごさが分かったところで、そろそろ。この国にはかつて日本三名園と呼ばれる偕楽園、兼六園、後楽園があったのだけれど、まだ終わってなかった。明治43年に発行された高等小学特本巻1にはここは日本三名園より優れていると書かれていた。その文面はこうよ。しかれども高松の。わかった、スミ先生もう完璧です。ワッシーのおかげでこの公園の凄さがよくわかったよ。そう、これからがいいところなのに。まだ続く予定だったの？ねえねえ、私なんだか小腹っていうのが空いてきた気がするよ。お、奇遇だなその子。私も小腹空いた。もうしょうがないわね。確か奨励館の方にカフェがあったはずよ。
やった、行こう。はいはい。楽しかったね、遠足。バスの中で寝たから元気全開だ。終わってみればなんだかあっという間だったわね。楽しい時ってなんでこんなに短く感じちゃうんだろうな。本当ね。またみんなで行こうね。そうだな、うどん屋も全部回れたわけじゃないし。確かに私の完璧な遠足のしおりをもってしても全店制覇は無理だったわね。ワッシーの計画通りだったら今頃お腹がポンポンだよ。ポンポンどころか破裂してたかも。うどんなら大丈夫だと思ったのだけど。明日はお休みだね。半日は鍛錬として、あと半日はどうしようか。そうね、3人で遠足先にあったうどん屋全店制覇しに行きましょうか。どんだけ食べたかったんだよ。いや、私も食べたかったけど。さすがに明日行くのは難しいね。また今度な、時間ある時にさ。それに遠足だって来年も再来年もあるわけだし。あ、来年ってことは中学校に入ってからだよね。中学の遠足ってどこ行くんだろう。そりゃ中学生だからな。今回の日じゃないだろう。あ、やっぱりグレードアップ。そんなに変わらないと思うけど。でも遠足よりさらに上の修学旅行があるのは確かだわ。あの3泊も4泊もしちゃうっていうあれか。へえ、いいねそれ、いいねそれ、落ち着いて。そのっち、まだまだ先の話なんだから。はあ、楽しみだよ。また3人一緒の班で行けたらな。まあ差し当たっては明日どこに行くかだな。あ、そうだったよ、明日もあるんだった。よし、じゃあ私のとっておきイネスフルコースにご招待。ミノさん本当にイネス好きだね。でも賛成。さっきの話から急に近場になったけど、私も賛成よ。そう、この二人と一緒ならきっとどこで何をしても楽しいに決まっているのだから。